こんにちは。あらわろの奥村ひろみです。さあ、今日もですね、皆さんと一緒にインターバルトレーニング、やっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、インターバルトレーニングなんですけれども、ちょっとね、飽きてきちゃった方、ちょっと楽しいインターバルトレーニングもやってみたいなっていう方向けに、この前ですね、割と好評だったバランスディスクを使ったトレーニングをやってみたいと思います。さあ、私もですね、ぶっつけ本番なので、これを使って、インターバルトレーニングができるのかどうか、ちょっとね、今ドキドキしているんですが、毎日ね、もちろん皆さん、ゴールを設定して、目標に向かってトレーニングされているとは思うんですけれども、やっぱりね、トレーニングとっても地味なことです。コツコツやっていくことですので、時々ね、秋が来ちゃったり、あ、ちょっとモチベーションが下がっちゃってるなってこともあるかと思いますので、たまにはね、少し、楽しい要素も加えながらインターバルトレーニングやってみるのもいいんじゃないかなと思います。さあ、バランスディスクがお家にない方ですよね。他にまあ、プログラム内容は変わってくるものもありますが、バランスボールをね、使ってもらったりとか、あとはですね、バランスクッションみたいなのも売ってますよね。なんか空気を入れて使ったりとかいうのも売ってますので、そういうものをね、代用してもらったりとか、またですね、他に楽しいツールがあったら、それを使ってやってもらってもいいかなと思います。それでは今日も、インターバルトレーニングやっていきたいと思います。4分間です。ぜひ一緒にチャレンジしてみてください。それではどうぞ。さあ、それではですね、今日も動画を見ながらですね、動きを解説していきますね。さあ、今日はバランスボードを使ったトレーニングになりますね。さあ、まずは定番のスクワットからですね。もうね、全くお尻が下がっていかないんですよね。バランスを取るのが精一杯な感じです。だけどやっぱりね、インナーマッスルはしっかり使えますよね。さあ、次ですね、ダイアゴナルをやっていきます。片足をこのようにバランスディスクの上に乗せますね。で、もう片方の足は伸ばしてあげます。で、バランスディスクに乗っている足側の手も上に上げますね。さあ、体幹を鍛えますね。で、背中等もしっかり使っていくトレーニングになります。フロアではね、もう余裕でできるようになっちゃったっていう方には、とってもおすすめかと思います。さあ、次ですね、ヒップリフトをやっていきますね。片足は浮かせて、もう片方の足はバランスディスクの上に乗せてヒップを上げていきますね。さあ、目標はやっぱり膝から肩甲骨までが一直線になるところ。さあ、このエクササイズでお尻とね、あとハムストリングスって言います、太ももの裏の筋肉をしっかり使っていきます。バランスディスクをね、使うこと、バランスボードを使うことで、太ももの裏にね、特にしっかり、筋肉が使えた気がします。さあ、次、腕立て伏せです。あ、これがね、とってもきついんですよね。いつもね、メンバーさんに顎と床の間は2センチねって言ってますが、全く下がらなかったです。それぐらいきついです。もう腕から肩から全部震えてくるんですよね。はい、OK。 さあ、次、2セット目です。もう一度スクワットですね。お尻をしっかりと後ろへ引いていきますね。本当はもうちょっと上体下げたいですよね。本当はもう少し深くお尻を下げたいところ。バランスを取るのがとても大変です。さあ、次ですね、ダイアゴナル、さっきと反対ですね。今度は左足と、左足をバランスディスクの上に乗せます。急にね、ここからちょっとバランスディスクと仲良くなって、バランスが急に取れやすくなりました。やっぱりね、このバランスボードの上でどこに、足を乗せるかっていうのはとっても重要な感じがします。これちょうど中央にしっかり乗せられたので、バランスがね、ぐっと取りやすくなった気がします。さあ、次ですね、ヒップリフト。この辺もですね、ちょっとバランスボードと仲良くなれたので、
割と1セット目よりは簡単にできました。さあお尻をしっかり上げていきますね。さあ私もこれね、片足床に置いたのではちょっと負荷が足りなくなってきたので、普段のね、筋トレもですね、こっちのバランスボードを使った、ヒップリフトでもいいかなと思いながらやってました。さあラスト腕立て伏せですね。これがとってもきついです。ちょっと明日筋肉痛かなと思ってますが、これね、まあ、肘を外側へ開いてますが、肘をね、脇を締めて肘を後ろに持ってってもらうと腕の裏側も使えますよね。腕の裏側メインの腕立て伏せでバランスボードを使っていただいてもいいかなと思います。今日のインターバルトレーニングいかがでしたでしょうか。いつもみたいにね、呼吸が上がったりとか、体がねしんどいきついっていうことは全くなかったんですけれども、バランスをねすっごく取るのがやっぱり大変でした。で、限られた20秒っていう時間の中なので、その時間の中でバランスを取りながら、たくさん回数をこなすっていうのがとっても大変なので、やっぱり、バランスディスクはインターバルトレーニングにはあまり向かないのかなと思いますが、たまにはこういう、バランスディスクを使ったトレーニングもねとっても楽しいんじゃないかなと思いますので、お持ちの方はぜひチャレンジしてみてください。これお子さんのね運動されてる特にお子さんのトレーニングなんかにもとってもいいですよね。うちの子供たちも時間見つけてはテレビ見ながらね、この上に乗って立ってたりとか、ふくらはぎをね伸ばしたりしてるので、もういつの間にか私よりも上手に、バランスディスクに2人とも乗ってます。なのでこのバランスディスク、バランスボードですかね、これを使いながら、ファミリーでね、使っていただけるいいトレーニング器具かなと思いますので、ぜひ、これもお持ちの方はいろんなトレーニングで楽しんでいただくといいかなと思います。さあ今日も、最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回。